大丈夫か、アレンバルド。ああ、なんとかな。いや、どうやらお互い同じ場所に行き着いたようだね。こちらは怪物に追い回されて散々な目に遭ったが、君は大丈夫だったかい？なるほど、こちら側にも怪物がいたと。どうやらそれらが暴君テオドリックによって魔物へと変えられたという王族の慣れの果てだったようだな。ともあれ、苦労した甲斐はあったようじゃないか。な、そうだろう？まあ、そのようだな。しかし、これほどの財宝が眠っていたとは。きっとリセやアラミゴのみんなも喜ぶぞ。俺たちの冒険は大成功だ。